広い土間の真中に鼓台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上顔中ツヤツヤして、シワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ白いひげをありたけ生やしているから年寄りということだけはわかる。自分は子供ながらこのじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ裏の掛引から手置きに水を汲んできたかみさんが前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよと済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間から挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいと飲んで、そうしてふうと長い息を白いひげの間から吹き出した。するとかみさんが、おじいさんのうちはどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよと言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんがまた茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいと飲んで、前のような息をふうと吐いて、あっちへ行くよと言った。まっすぐかいとかみさんが聞いた時、ふうと吐いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅葱の桃引きを履いて、浅葱の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下には子供が三四人いた。じいさんは笑いながら腰のおさぎの手ぬぐいを出した。それを肝心寄りのように細長く寄った。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見ておろう見ておろうと繰り返していった。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう見ておろういいかと言いながら、じいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかりを見ていたけれども、手ぬぐいは一向に動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいを遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をぴたりとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんでポッと放り込んだ。こうしておくと箱の中で蛇になる。今に見せてやる、今に見せてやると言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて
細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になる、と言ったり、蛇になる、と言ったりして歩いてゆく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る、と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、髭も顔も頭も頭巾も、まるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人、いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。